PC エンジンシャトルとは1989年11月22日に日本電機ホームエレクトロニクスより発売された家庭用ゲーム機 PC エンジンの一種当時のメーカー希望小売価格は18,800円定年冷凍を狙った廉価版として発売された宇宙船をイメージした流線型のデザインが特徴的当初 CD ロームに等と接続する拡張バスを省略して価格を抑えることをコンセプトとした。広告や付属の小冊子にはドラえもんがイメージキャラクターとして起用された。スーパーグラフィックスほどではないが本体は大型化し横幅は初代 PC エンジンの対角線より大きい。電化版とはいえ、当時の店頭では旧機種の販売価格が同等まで下がっており、 拡張性の無差が嫌われ、あまり売れなかった。廉価なセーブユニットとして普及した天の声にが使用できず、高価な純正品しか選択肢がないことも、廉価版としての商品価値を低下させた。PC エンジンの市場が CD-ROM2 に移行するとこれを接続できない、シャトルの存在は帰り見られなくなり、NEC は機能削減のない廉価商品として、CoreGraphics2 を発売した。 パッドは当時としてはまだ珍しいエルゴノミクス構造となっており、全 PC エンジンシリーズの標準パッドとして唯一の採用である。ありがとうございます。